ビルス様、ごめん、撃つ、ごめんな、撃つよビルス様。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ゆいチャンネルです。今回はバトルロイヤルのソロをやっていきたいと思います。いや、なんかね、ドラゴンボールスーパーのね、アニメがさ、見れると思うな、これ。ちょ、今度見に行ってみるわ、友達と。これ、あれなんだよね。どこへでも友達と一緒に行くやつではない。そうではない。だから、教室移動の時に、ねえ、まるまるちゃん一緒に行こうとか、それは言うじゃん。それは言うとするじゃん。でも、さすがにさ、一日中一緒にいるのは疲れるすぎる。日本語弱いのかな。強くなろう、強くなろう。よし、どこ行く？ね、今までの動画5回ぐらい、6回ぐらい連続で6期しか行ってないんだよね。そう、だからたまにはさ、ここにも行こうと思うんだ。あんまし場所覚えてないのが盲点なんだよな。本当にやばい。コニーじゃなくて、ロッキーとさ、グリーシーしか行ってないからさ。ただしさ、そこら辺の家よりさ、こういう、なんかわかる？なんかコンビニ行きたくなる、コンビニ。案外人来ないよね。ちょ、くな。いけますか？銃優先だ。からの、ほっ。ビルス様、ごめん、撃つ、ごめんな、撃つよビルス様。どうすんや。待って、どうすればいいの。どうすればいいの。いや、撃ってくんなよ。ビルスはひとまず無視しよう。ふぅ、撃ってきた。お前敵だな。敵扱い。ビルス、待って、ビルスっていう立場が、あーだー、危ない。待って、来ないでくんない。キャベツ、やだ、待って、ここ逃げたい。待って、クナ、今まで体力100もないの。来たら撃つよ。ねえ、待って、
立つんですけどね。みんな動画見てくれてありがとう。それで最後に私がビクロを撮りましたって言ったじゃん。それがね、ビクロは撮ったは撮ったんだよ。本当に撮ったは撮った。でも問題があった。動画の方を撮ってなかった。そう、これはどうしようかなって考えちゃって、これはもう正直に話すしかないなと思っちゃって、今ここで話してる。でもさ、本当に一回これはこれで動画を撮って、また新たに動画を撮ろうと思ったんだよね。多分録画ボタン1ミリずれたんだろうなって思ってるんだ。そうだよね、絶対1ミリずれたんだよね。押したと思うの？バグかなって思うよりかは1ミリずれてんだろうなって思う方が正しいと思うから、そう思うわ。まあそういうことで、ビクロイ撮ってる撮ってる。でもあれだね、何キロビクロイかわかる？何キロビクロイかわかる？さあさあ、みんなみんなシンキングタイム、考えて考えて考えて、いくね、答え出します。ダルルルルルルル、ごめん巻き舌できないんだよね。ダルル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 ル、じゃん、12キルビクロイだから合計13キルした。そうなんだよね、ちょっとね。しかもさ、残りの4人目になった時に倒した敵がいたんだけど、その敵はクラウン持ってたんだよ。つまり何が言いたいかっていうとね、クラウンビクロイをしたんです。私がクラウンビクロイをしたんです。でもそれでやった撮れたと思って動画をね止めようとするじゃん、動画録画を止めようとするじゃん、あれ何もないってなって、えってなって動画を撮ったところ、まあ保存場所っていうのかな、そこを確認したんだよね。したら何もなかった。みんなが今見てくれた動画以外、今までやった動画以外何もなかったの。だからもうミスしちゃったなーって思っちゃって、もう過ぎたことはしょうがないって思った。だからもう何でもない、何もなかったことにしようと思ったけど、このビクロを取った形跡だけは残したかった。だからみんなにこうやって発表したんだ。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。続いてほしいと願ってるんだ。お願い。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないが。